皆さんこんばんは。こんばんは。先ほどですね、ジェネレーションズワンダースクエアの追加公演の宮城公演ですね、初日が終わって今ホテルに戻ってまいりました。ライブに足を運んでくれた皆さんも多いと思うんですけど、ありがとうございます。すごい、いやー、楽しかったですね。久々のワンダースクエアということで、先日までとか今も回ってるんですけど、エグゼルのツアーが結構主なスケジュールだったんで、久々のジェネのツアー楽しかったですね。ありがとうございます。アップフレ、あ、なんかアップフレなんですよ僕。お疲れ様です、ありがとうございます。久々のワンスク公安戦ということで、まあまあまあ、多分巷ではね、ちょいちょい噂にはなってると思うんですけど、いい感じに様変わりしてますんでね、皆さんぜひ楽しみにしててください。他の公演も来てくださる方々も多いと思うんですけど、お待ちしてます。ああ、リクありがとう。リック優しいなぁ。リック、覆面 D という新しく始まる、主演のドラマがあるんですけど、それが10月15日からですね、僕主演のドラマが始まるんですけど、それをすごくね、楽しみにしてるって言ってくれるんですよ、リック。優しいですね。ドラマぜひ楽しみにしててください。確かに改名後初ライブですね。まあ改名後初ライブなんですけど、別にアーティストいるときは今までのまんまなんですよね。実はそうなんですよね。アーティストのときは別にメンディーなんですよね。なんていうか、ここなんかちょっとめんどくせえでややこしいんですけど、それこそ SNS とかメディアに出るとき、テレビとかバラエティに出るときはメンディー E なんですけど、別にアーティストいるときはメンディーなんですよね。そのまま英語表記のときはっていう感じでやってます、実は。なんていうか、その主に笑いとかを届けるときはそういう名前とかそういう感じなのかな、なんか、パフォーマンスするときとか、そういう真面目な席のときとかは普通に今まで通りって感じです。MSK さん、前の公演と違って見どころたくさんあって楽しかった。そうなんですよね、めちゃめちゃ変わってるんですよ、実はライブが変わっております。お、ケンチさんを見ていらくださってるんでしょうか。嬉しいです、ケンチさんもありがとうございます。占い信じるタイプ、確かに占い信じるタイプ。まあ、占いも面白いですけどね、アドバイス程度に聞いたらいいんじゃないですか、みんなも。ね、ただのアドバイスでしょ、だってあれ。確かに、占いってただのアドバイスだよな。ただのアドバイスですよ、占いって。人に相談乗ってもらって、あ、こんな風にした方がいいんじゃない、ああ、確かに、つって。やるのと同じっすね、そういや。あ、この配信はだからメンディー E ですね。メンディー E です。この配信に関してはメンディー E。はい。SNS の時の僕はメンディー E なんで、基本的に。伸ばし棒2つ。唯一無二。メンディー E です。ああ。パーマかけてないですね。地毛ですね。そうなんです。ライブ、久々のライブで、なんかまた、やっぱり EXILE の時と感じが違いますよね。なんだろう、来てくださる方の、まあ、雰囲気もなんかやっぱり違うから面白いですね。いろんな形があって。
見ましたか。あ、見ました。めちゃめちゃ面白かったです聖域も読んでるし、アイドル 2.0 も読んでますね。リー君がいいこと言ってる。捉え方、そしてその後のアクションですよね。間違いない。捉え方だけですよね、本当にね、占いって。うん、基本的に自分の都合のように捉えればいいんですよ。みんな考えすぎ、真面目すぎ、都合のように捉えて、都合のいいように捉えて、自分が楽しいように解釈してやればいいんですよ。知らないんですけど、でもまあ伸ばしてアフロっぽい感じでやりたいと思います。アフロ、メンディアフロの世界線見たくないですか。結構金髪に戻してほしいという意見が多いんですけども、金髪のメンディはもう分かったじゃないですか。もうね、その伸ばしたらどうなんのっていう、その世界線のメンディ気になりませんか。僕気になるんですよね。こんばんみ金髪がそれどっち、自分の話、僕の話、どっちそれどっちなんや、その金髪がいいってのは自分の話なんか僕の話なんか。嬉しいですね。すげえ褒めてくれそう、ハヤト今の髪。ハヤトめっちゃ褒めてくれるんですよね。マッシュはこの髪型ちょっと難しいかもしんないですね。カツラだといけるかもしんないけど
枕になるまでどんぐらいかかるんですかね。でも結構かかると思う。そうね、コツ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 伸ばしていくんアメリカと日本のハーフですね。くるちゃんさん、海星くんとコラボしますか。あ、なんかそのうちやりたいですね。覆面ティーの話とかなんかみんなで一緒にしたいですね。愛傷が流れた瞬間にもう見てる視聴者みんな全員心を持っていかれるみたいな、その流れですね。もう愛傷がねすごいですね、本当に。あのドラマの中でドラマの一番いいところ、その和の一番いいところでいつも愛傷が流れるようになるんですけど、その時にね感情がねグワーってなって、ってなる感じですね。これ見どころですね。うん。愛傷がすごい。で、今、絶賛編集中みたいなんですけど、覆面で。もう編集室で、もうどこで愛傷をかけたら一番感動できるかっていうのを今、スタッフさんがもう、毎日毎日、テストして毎日やってくれてるみたいなんで、もうそれぐらいもう、もうみんなで、もう絶対いい作にしようっていう感じの、現場とかチームなんで、いや本当皆さんに見てもらいたいですね。確実に気持ちを持っていかれると思います。累活してしたいって人にもおすすめかもしれないですね。あ、今日の話で言うとツアードッキリがね今ね進行してるんですけど、ツアードッキリはちょっとね、本当になんかもう、なんかツアーのとあるコーナーでいつも僕だけなんかその着るものがなんか違うみたいなドッキリがあるんですけど、予告ドッキリなんですよ、これ。今のワンダースクエアですね。ジェネのワンダースクエアのライブの話なんですけど、もう毎回ね、本当に、とんでもないことしてくれるんですよ、みんながね、今日も。今日はなんか、あんまでも言わないわけない。これ、その模様はですね、CL っていうアプリの方で見れるので、ぜひ見てください。メイさんの声落ち着きます。マジっすか？
ありがとう。覆面 D は伸ばしもいらないけどありがとう。覆面 D の発音についてね、いつも結構、あれもらうんですよ。どうやって発音するんですか？覆面 D ですか？覆面 D ですか？覆面 D ですか？みたいな質問もらうんですけど、正しくは、覆面 D ですね。はい。覆面と D なんで、覆面 D ですね。覆面 D でも、覆面 D でも、覆面 D でもないですからね。覆面 D なんで、そこのところよろしくお願いします。あ、今そう、ジェネコ。すいジェネコ被ってしまった。ちょっとお風呂が沸くまで生配信しようと思ったらジェネコと被ってしまいました。ぜひね、ジェネコも見てください。僕のこれアーカイブ残してるんで、もう、ジェネコ見てきてください、もう、みんな。ジェネコ行ってください。ごめんなさい。ごめんなさい。何を謝ったかわかんないですけど、被っちゃった。これアーカイブ残しますんで。ありがとうございます。はい。それこそ、覆面 D の愛傷の、主題歌の愛傷のね、ミュージックビデオも今、絶賛撮り終わって編集中なんで、楽しみにしててください。のんさん、トム・クルーズ的なそう、トム・クルーズさんで思い出したんですけど、今回覆面 D をやるにあたって3ヶ月前からプロレスを練習したんですよ。プロレスラーもやったんで役で3ヶ月前からプロレスを練習したんですけど、撮影のシーンってそれこそアクション映画とかって危ないシーンとかってもうプロの人とかスタントマンの人がやることがあったりとかするんですよ。でそれをですね一切やらない、もう全部どんなアクションシーンも自分でやりますぜっていうのがトム・クルーズさんなんですよね。ミッションインポッシブルとか、すごいじゃないですか。もう飛行機横捕まって、うーみたいなとか、おーみたいな。メイキングとかね、見られたことあるかもしれないですけど、みんな。すごいじゃないですか、トム・クルーズさん。で、僕、あれを見てから、いや、僕もちょっとトムになりたいなって思っちゃったさ、恐縮ながらね、トムになりたいなって思って。で、今回、覆面 D で、まあ、いろんな技をかけたりかけられたりするんですよ。本当に高いとこ、180センチの大男にこう、バコーンって投げられたりとかいうシーンとかもあったんですけど、それも全部僕トムになりたいんで自分でやりますって言って、今回覆面 D のアクションシーンは全部自分でやりました。プロの方にお願いせずに吹き替えなしで全部やりました。なのでこれから日本のトム・クルーズって呼んでください日本のトム・クルーズと呼んでください、お願いしますリュウドメンコ怒られちゃいますね、こんなこと言ってたら。トム・メンディトムディトムとジェリーは違うやろ。みんな優しいっすね、ありがとうございます。すごいっすよね、トム・クルーズさん、本当にすごいと思いますね。いや本当にすごい。だって、飛行機にだって、横なんか捕まって、あんなんだって、すごくないっすか？あんなのできるの。ノエイさん。NLAE さんでいいのかな？覆面 D で一番大変だったセリフは何ですか？一番大変だったセリフ、面白い質問ですね。なんだ？一番大変だったセリフ、あ、でもそれこそめちゃめちゃクライマックスのシーン、
本当にめ最後の最後ですね。もう全部見て、全部見た後に、それまでのね、シーンを全部見て、そのシーンに行った時に、もう、多分、僕は確実に泣くけど、自分で見ても絶対泣くんだけど、多分、不可避だと思います。うん。そう、アキラさんもね GTO 熱演されてて、なのでエグザイルの中からなんかその印象的な教師役として、なんか自分も後に続きたいなというふうに思ってるんで、いや今回頑張りたいですね。なのでぜひ皆さん見ていただきたいですし、見てみてもし面白いと思ったら周りの友達とかね、なんか SNS とかでシェアしてもらえたらめっちゃ嬉しいです。含めてめっちゃいいお話だからぜひ見てみてって一言ね誰かにお伝えしていただけたら嬉しいです。はい、皆さんシスナーありがとうございます。明田さんに続けるように頑張ります。はい、というわけで、本日はですね、こんな感じで終わりにしたいというふうに思います。今日も皆さん夜遅くまでありがとうございました。そして今日ライブに来てくれた皆さんありがとうございました。明日も、宮城仙台公演頑張っていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。あ、この後、CL の方でも配信やるので、ぜひそちらの方も遊びに来てください。というわけで、以上、覆面 D でした。バイバイ、おやすみなさい。あ、放送は、あ、最後、放送は、10月15日夜10時からです。覆面 D よろしくお願いします。バイバイ。